レオザ学園入園、えー、まあ、入園か、えー、中学サッカー部顧問なので動画見て勉強中育成年代のうちに身につけたいことは何ですかあ、えっ、ー、と、気遣いですね。普段の行動から相手がどういうことしたら喜ぶか悲しむかとか、どういう行動したら監督、コーチに好かれるかって考えられないと、試合に出れないんで。結局、人間ができてると勝手に練習するし、勝手に必要なことやるし、勝手に体鍛えるから、人間鍛えないと、その、 細かい技術をね、多分しんくんは教えてほしいかもしれないけど、実際はしんくんが選手にこういう選手になってほしいなっていうことは全部人間からできてるっていう。なんで自分の中にコーチを作れるような人間にできるかどうかってとこですね。人が悲しむことしない、友達が喜ぶこと、仲間が喜ぶことできる。大人になると変な風に固まっちゃってさ、超絡みにくい人になったりとかさ、仕事できないやつになっちゃったりするから。 それを子供の頃からそういうのを教えられると、まあ、その子自体がもしサッカーでね、成功しなくても、それはサッカーよりも才能があることがあったって感じになれるから、ね、結局は人間です。本当にね、ただ上手いやついるとそのチームに足し算なだけなんだけど、人間できてて仲間と一緒に戦おうってそういう人が多いと、掛け算になるんだよ。こいつと一緒に少しでも長くサッカーやりたいとか、こいつと一緒に喜びたいって気持ちでみんながサッカーやるから、本当あと一個走れたりとか、ね、あと一個たまぎせれたりとかするんだよね。 だうち、ね、うまい子でもバンバン落とすし人間できない最初の挨拶でちゃんとなられないとか、そもそも挨拶もしに来ないって子は、入っても今いる選手たちがね、苦しむだけだから。これ言っとくと、別にあれなんですよ、受教的な考え方。その、気難しいおじさんみたいな考え方の挨拶しろじゃなくて、挨拶ってそのコミュニケーションによって情報交換を円滑にするもんじゃないですか。で、やれることによって意思の疎通が図れていい仕事ができるんですよ。で、 あと、その職場での、この立場向上するのに、新しく入ってきた人がそこの人間関係を向上するための、一歩目としての挨拶が必要っていう、その、もう、効率性考えて挨拶って重要なんですよ。最初から効率性考えて挨拶しろって教え方しないけど、人間的なところみたいな、そういうね、人としてみたいなことじゃなくても、賢い行動を取ろうとしたら挨拶って入るもんだから、それすら考えられないとか、 そういう人は、あの、そんな人に戦術できるわけないっていう。だってプレイスとかさ、守備の時にどういう人形の方がいいとか攻撃の時にどういう配置がいいみたいなのってさ、それって効率化じゃん。で、足でボールを扱ってめちゃくちゃ走って疲れながらやる効率化をさ、普段さ、疲れてなくてさ、もう超難易度、ベリーイージーみたいな効率化じゃん、挨拶って。 その超イージーモードで効率化の作業できない人が、ね、エキストラハードの状況での効率化なんてできるわけないからっていう。まあそういう話ですよ。はたから見でいい指導者ってパッとわかるものなんですかもうそうっすね。うん。そう。もうコーチング1個で違いますよね。とか、あとそのチームの選手たちの態度。いいチームの選手ってやっぱ態度いいのよ。この間も、俺らの試合の前に、クリアスの新宿さんがやってたんだよ。で、クリアスの新宿さんに2二分のチームなんか。でも出てくるときとか、 もう、ありがとうございましたみたいな。あ、どうぞお入りくださいみたいな。なかなか言われないから、そんな。そう、やっぱ、だから強いチームってそういうしっかりしてんな、みたいな。前、笠原くんが鎌倉インテルさんの練習見に行った時も、いや、うちの選手たちよりもやっぱ挨拶の声とか全然違いますって。みんな、僕なんか、まあドキュメントとかもやってない時期だしね。うん、誰も知らないはずなのにみんなちゃんと挨拶してくれて、シュアーボの選手もそうしなきゃダメっすね、みたいな。話で。そうだ、それと一緒でやっぱり選手たちがしっかりしてるところは、 ね、自発的にみんなそういうわけじゃないから、そういう選手しか取んなかったりとか、そこ教育できてたりするから、まあ、前だから、昔、シュアボーで、ね、あの、挨拶できない選手すぐ返したんだけど、セレクションというか体験入団で。まあ、その時に、今こういうチームだからって、みんなも逆の立場になったらしっかりちゃんと挨拶してね、みたいなのありましたけどね。 オーナーが NSC 出身なのに大声挨拶しないとか無防 <laughs> いや、でもその時に、まあね、来ていただいてる人たちにはね、感謝だからあれだけど、なんかこう、最初、挨拶されなくて、でもまあ、俺からするもんだとも思うから、あの、泣く入れようです。よろしくお願いします。監督のみたいな。そしたら、はい。って言われたの、本当になんかこう、微スみたいな。<laughs> 俺、びっくりしちゃって、おどんな上手くてもダメだ、この子と思って。ごめん、笠原くん返して、っつって。 で、笠原くんが、まあ、返してくれて、そしたらその後に、で、その時に、まあ、選手たちに、ちょっと今みたいな挨拶の子はうち入れれないから、みんなが外行っても、あの、ちゃんと挨拶してね、みたいな感じで。まあ、もうちょっと厳しくしちゃだけだ、うん。これが違うだから、みたいな感じ言ったんだけど、で、そしたらその子はあって戻ってきて、すいませんしてあげて挨拶しなくてい。まあ、聞こえてたのかわかんないけど、この、この、 体験入団にかけてきたんでって言われてて言いやかけてきた人の挨拶じゃないと思って。<laughs> かけてきた人、ういって言わないと思って、うんで。すみません、あの、ダメなんですって言って。<laughs> っていうのはあったんだけどそう。でも基本的にこういう話するとなんかこう、ね、来てくれた人にリスペクトないみたいな風に捉えられそうだから、あんま言わない話なたんだけずっと。そうそう。だけどまあ、結構昔の話だし。そう。その時にね、こう、思わず突っ込みそうになった話みたいな感じですかね。 ま、そこにあなたに言ってなくわってたのに、ね、例えばあの日のように